ギリシャ文明、アパヤー神殿の伊手の彫刻弓矢とは弓と矢。弓と矢は組み合わせて使う道具である。その起源は古く旧石器時代にまで遡る。飛び道具としては投げ槍に続いて発明されたものにあたる。弓矢は旧石器時代から狩猟具として使われており、また古代から武具、武器としても使われている。大昔からその威力が人々から崇められて、 崇拝の対象となったり、宗教的儀式にも用いられている。近代以降は競技スポーツの道具としても使われ、レクリエーション目的でも用いられる道具となっている。弓矢は狩猟の道具としては非常に一般的なものであり、全世界的に見られる。歴史弓矢の使い方の一例。ブラジルの先住民が弓矢の競技で弓を引き、狙いを定めている瞬間。 太古の昔の素朴な弓矢も考慮し、また時代や地域によって弓矢の使い方の細部には違いがあることも考慮し、まずここではほぼ共通の要素だけを取り出し、基本中の基本だけを説明してみる。しなる長い素材に弦が張ってある道具である。矢は棒状の素材の一方の側の先端が尖らせてあったり尖った部品が取り付けられ、反対側の端に切り込みが入れてあり、 飛行中に向きが安定するように羽などが取り付けてある道具である。最も素朴な弓矢の使い方の説明では、矢をつがえ、弓を引き、狙いを定め、矢を放つとなるわけだが、もう少し分解して素朴な弓矢の使い方を説明すると次のようになる。片手で弓を持ち腕を伸ばし、矢の切り込みの部分に弦の中央あたりを入れ、引き手の指を弦にかけ、次に引き手を、 自分の顔に近づけるような方向に引いて、目標物に狙いを定めておいてから、弦がかかっている。利き手の指の力をすっと抜くと、弓が元の形状に戻ろうとする力によって弦が矢を押し出す方向に猛烈な速さで動き、結果として矢が勢いよく目標物へ向かって飛んでいく。なお、弓矢は純粋に弓と矢だけで使えるわけではなく、仮場。 戦場などで使う場合、弓、矢に加えていくつか道具を持ち歩くことになる。例えば、弓矢を現場で使う場合、矢をそれなりの本数持ち歩くことになるわけであるが、弓矢は使う時には両手を使うことになるので、矢は細長い軽量の入れ物などといった名称で呼ばれるに入れて腰につける。弓矢と共に使う道具類石器時代から世界各地で 狩猟のために弓矢は使われてきた。現在でも弓矢を生活の糧を得るため狩猟で使っている地域や人々もいる。また陸上の動物だけでなく水中の動物を狩ることに使う部族もある。また武具、武器としても使われてきた。古来、世界各地でスポーツや心身鍛錬として休日は行われている。西洋のアーチェリー競技や日本の弓道などがある。 世界各地で宗教とつながり、世界各地の神々と共に語られてきたものである。歴史的な物語や古事などにもよく登場する、普遍的なものでもある。日本では平安時代から神事で扱われ、また休日や弓道は武士の足しなみであり、日本の伝統文化として根付いている。なお、弓はハープの起源でもあり、世界各地にある。 弦楽器の発祥とも関連がある場合が多いと考えられている。一部の火起こし器の起源でもある。やがらの製作風景、北米先住民が初期に使用した長級の丸木弓の複製品、屈曲系探求の複製品、モンゴルの粉俗の弓矢弓矢は数万年から数十万年前から使われてきた道具である。現在見つかっている最も古い弓矢は、 南アフリカのシブドゥ洞窟で発見されたものであり、約6万4千年前のものだと考えられている。アジアでは、スリランカの熱帯ウリンの洞窟、ファヒエンレナから発見された弓矢の矢尻が約4万8千年前のものが最古である。例えば、アルタミラ洞窟の壁画などには弓矢を用いた狩猟が描かれている。投げ槍や,や投げ矢の技術が弓矢の発明につながったとされている。 弓の始まりは、世界中どこでも押し並べて変わらず、湾曲系の単弓であり、短い弓であった。具体的には、単一素材で断製のある木材等を使用した弓で、湾曲させただけの竹も短いものであった。多くの地域で時代が下るとともに単一材の弓から複合材の弓への進化が見られる。世界各地に残る原始宗教において、弓屋や吹きは、 狩りの道具であるとともに主張などが兼任する祈祷師の祈祷や占い、呪術などの道具でもある。世界各地の多神教文明において弓矢は霊力や図素が宿る道具として考えられており、ギリシャ文明やヒンドゥー教や日本の神道などの神話に記述されている。日本でも宗教的儀式、神事のためにも使われるようになった。文明が発達し人口も徐々に増え、 国家や領土という社会構造ができるにつれ、世界中で大規模な争いが起きるようになってゆく。ここで戦いを有利に進めるために考えられた戦術の一つが当選であり、弓矢は戦場において重要な役割を持つようになる。弓矢隊や弓兵、ゴンブ兵を生み出し、戦術も多様に広がった。そして戦いに馬を利用し、馬上から弓を引き、矢を射ることから、 短い弓のまま改良されていった。複雑に屈曲しているケーブルバックドボを小さな力で弾けるように滑車を備えた弓。コンパウンド防刻溶石の矢尻弓は長さにより長級、短級、小型弓に分けられるが、この分類は研究者により具体的な区分は異なる。エドワード・モースとマックス・エーンスは古今東西の弓矢を5つに分類した上で、これらを 大きくは三つに大別した。弓矢から派生したものとして、要求獣、大型の機械弓などがある。現在では、大型の機械弓は消滅した。要求獣はスポーツとして楽しまれている。ヒ矢を放つ、カタパルト、古代ギリシャ東南アジアの矢ずつ江戸時代の、弓矢東洋の弓には、大陸系の弓と太平洋系の弓の二つの、系統があるが、日本の弓は、 両者の影響を受けて確立した。一般には、日本の弓を、数弓、それ以外のものを要求と呼んでいる。大級ともいう世界最大の弓、数弓日本の弓矢は、正式には、Y 弓、または単に弓と言い、古くは、大級とも言った、中国の大級とは意味も構造も違う。世界的な弓矢の種類においては、長弓に分類される。本来は弓、 やともに竹を取材としている竹の長い弓で矢をつがえる位置が弦の中心より下方にあり馬上仕様ができる長久で日本においてのみ見られる特殊な弓矢であるこのことは義式は神殿に記述されており古い時代からすでに現在に伝わる姿が完成されていたことがわかる戦になどに使われる武具として天井がある屋内や狭い場所や携帯に便利という理由から クジラのヒゲや植物のツールで補強した竹の短い岩弓や大陸からのトライ人によって探求をもとに考案されたカゴ弓、リマ弓や箱などに携帯した小さな弓を半球と呼んだ。また戦草や狩りによらない弓矢もあり、小弓といった。要求とも呼ばれ竹の短い弓であるが、ユーラーシア全般に見られた探求とは、形状は違う弓は円弧を描くだけである。この要求は、 座った状態で行う、正式な休日であった。平安時代に釘が遊興として使い、その後、江戸時代には、庶民の娯楽として使用された。同じ平安時代には、ズメ小弓といって、子供の弾具としての弓矢があり、スズメという名称は小さいことや子供を示すことだと、言われる。その他には、あずさ弓と言われるあずさの木で作られた弓があり、 神職が神事や祈祷で使用する弓を指し、祭礼用の丸木弓の小弓や、お弓始めの神事などでは、実際にいるものは大級もあり、大きさや形状は様々である。あずさ弓の中で、あずさみこが、呪術の道具として使用するものは小さなクズで、持ち歩いたので小弓であった。足のや、桃の弓やよもぎのや、桑の弓など、 それぞれがタイとなった弓矢があるが、払いのための真事で使われたものである。詳しくは、払いき嫁を表す言葉を参照。日本では、要求銃や投石機などは普及しなかったが、弓を使わず、矢を飛ばす方法がある。また火器については、世界各地で類似するものがある。弓と、矢弓荒矢と、音や要求エビラを携え、矢を入ろうとしている。 藤原秀里要求小弓の一つ。一般的には、矢筒ともいい、戦死時代の遺跡から出土する埴輪に、矢筒がかたどられている。弓矢が、日本の歴史の中で、釘や武家にとって重要であったことから、矢入れも様々に変化し、儀礼用や戦いのためのものなどを細分化した。特に戦いにおいては、弓矢の改良に負けず劣らず改良され、弓矢を支える武具としての、 影の立役者とも言えるだろう。ヤ入れの種類記述は古い時代のものから順を追って表記する。矢筒は矢はずを、それ以外のヤ入れは矢尻を手にして引き抜き、弓に継がえる。古くは、的とは弓矢を意味する。マット的には、色では、星的、霞的、色的の三種類。大きさでは射霊、金的競技で用いる金的発寸的、通常の一尺二寸。 投的競技で用いる100センチメートルの3種類ある。金的は、主に車霊で用いる。通常は3寸他にも、扇なども車霊で使われる。星的は8寸、尺2寸ともに中心を、白地直径1、3の黒色動園のものを使う。霞的は、中心から、中白1の黒2の白2の黒3の白3の黒と、分かれている。 保守的は主に練習の時に使われる。式的は中心から10センチメートルずつ5つに区切られている。中心から金、赤、青、黒、白と色分けされている。特典性の場合は中心から10、9、7、5、3点となっている。主に実業団、投的の場合使われる。金的競技の規則では空き枠。 または適当な材料で作られた的枠に蒸気の絵を描いた的紙を貼ったものとし深さは10センチメートル以上とするとなっている。その他の的日本語においては、サチといいや礼とも表記し、幸福と同義語であり、弓矢とは、休止とも読み休戦とも表記する。弓矢は、武具や武器、武道や武術、戦いや戦そのものを意味する。特に戦に限っては、 戦の語源が弓で矢を放ち合うことを表す。いかわす矢が、戦に変化したと言われる。またまとは古くは、行く輪と読み、弓矢そのものであり、社交はが語源となっている。古くには、弓矢は、彼が収穫をもたらすことから、幸といい、さ、は、矢の古い読みで、やや釣り針を意味し、ちは、霊と表記し霊を示す。弓矢は、 幸福を表すと同時に霊力を持つ狩猟具であった。霊位から祈祷や占いの呪術としての道具の意味合いも持っていた。日本独特と言われる道具にも神や命が宿るという宗教観を表す根源的なものである。そして社会構造の変化とともに戦そのものを指し、ひいては武そのものに転化するとともに宗教や道という概念と混然一体となって、 武芸の斬新という所作や真事としての演技などの価値観や心、もしくは占いや真事と遊興が結びついて、年始の弓矢祭りや縁日の射的になり、晴れと穢れや、射交心といった価値観や心の一端を形成し、日本の文化を担っている。武芸のための的場や、敵屋が営む的場から生まれた語として、以下のようなものがある。武芸文化に対し、公家文化は、 花鳥風月と例えられる雅屋遊び、いわゆる趣味や芸術である。江戸時代に住民が豊かになったことから、余暇を楽しむゆとりができ、このことにより、様々な公家文化が、普及史文化や風俗習慣になり、弓矢や、それに類する射的が流星を極め、形を変えながら、日本の祭り文化やお座敷遊びに根差している。やぶさめ、休日初期の休日左腕に、 友をはめている主に神道や古神道に関わるものだが、技術向上の修練であるもの、払いとしての呪術的な側面が強いもの、弓矢を射る行為などを模式的に踊りとしての神楽にしに、下者、弓矢そのものに、図素の意味合いがあるものの4種に対別できる。競技神事だが、武術の向上を目的とした競技でもある。旧社実際に弓矢を射る行為が神事となっている祭り。 かぐら弓矢を射ることを模式的に例えた舞踊り。震災具弓矢それぞれが霊力を宿し、意味をなす神事。葛飾北斎が、北斎漫画第六編、薪原と弓を布袋に入れ持ち運ぶ庶民と弓を射る。人々武芸の普及江戸時代、経済の発展により、一般にも武芸は広まったが、明治維新からの武芸復興によりさらに門戸が開かれるようになった。 ヒンドゥー教と同様に、密教、仏教にも弓矢を持つ神々がいるが、起源はヒンドゥー教にあるか、またはヒンドゥー教の神と集合させた神である。ギリシャ神話の弓矢を持つ神々とヒンドゥー教の弓矢を持つ神々はいくつかの共通点がある。日本においては、弓矢の神ではなく、弓矢神という一つの単語になっていて、王神天皇のことでもある。王神天皇を祀っている。 八幡神社の数は、稲荷神社に次いで、全国、第2位で広く信仰されてきた。また弓矢や、運命や確率に関わり幸運を願う時には、八幡という語が使われてきた歴史があり、八幡は祈願と弓矢の意味が一体となすごとして、社交神という語の語源ともなった自由である。これらのことからも古くから、弓矢が信仰の対象となってきたことが伺える。また八幡神は、 八万大菩薩としても都に知られ、ナム八万という慣用句からも伺い知ることができる。しかし、明治政府によって、神仏分離され、八万大菩薩は消滅したが庶民は、八万大菩薩も変わらず信仰し、社交心に関わる物事において、現在でも八万大菩薩を用いて表現されることは多い。神々と弓や大津王年が、 第2本視略図へ第15代神宮皇后屋を、携え、手に弓を持つ神宮皇后がルーダにまたがる弓屋を、持った、微手ぬ呪いや払いの力を持つ弓屋様々な文化において、手を触れずに、遠隔の敵ないし、獲物を仕留めることのできる弓屋は、ギリシャ神話や日本で、東屋、東屋者と言われる力として特別視され、エロスの弓屋や、天の返し屋うに呪術的な意味が与えられた。 さらには見えない魔物や魔を払う武器や楽器のように使用するものとして名言や現代に伝わる浜や浜弓などがあり、これらは神話、伝説などに登場する弓矢の呪力の象徴とも言える。また、日本においては原始宗教のアニミズムが色濃く残っており、弓矢は吉矢を占う道具としての側面も持っている。中華文明圏において強弱という漢字に、 弓の字が使われているのは、それが武力の象徴であり、呪術用に特化して飾り物となった武力を弱と捉えたことに注目できる。日本でもこのような弓の呪術性は名言という語に示され、平安時代に宮中で夜間に襲来する悪霊を避けるために、武士たちによって弓の弦を弾いて音を響かせる儀礼が行われていた。こうした用法から世界各地で、 弓は弦楽器の起源の一つとなったと考えられ、儀式に用いる弓矢ではなく、本来の弓を楽器として用いる場合もあり、代表的なものとしてハープは楽器ではあるが、弓を起源と始祖の形態を色濃く残すものでもある。現在でも玄関や屋根に眉毛矢を払いや結界として、弓矢を飾る地方や人々を見ることができるが、古くは 山城国風土器一文に流れてきた、二塗りの矢で玉り姫が見ごもり、鴨分け行か地の人が生まれたという話があり、鴨神社の起源説話にもなっている。二塗りとは赤い色のことだが、呪術的な意味を持っていたことが指摘される。望まれて抜擢されるという意味の、白羽の矢が立つとは、元は、神や物の家の生贄となる、娘の選択の明示として、その娘の家の屋根に、 矢が立つという日本各地で伝承される話から来ており、本来は良い意味ではなく、心霊現象としての弓矢を表している。広く庶民に知られる話としては、平家物語の縫え退治がある。話の内容は、帝が病魔に侵されていたが、源義家が三度弓の弦を弾いて鳴らすと悪霊は退散し帝は元に戻った。しかし、 病魔の元凶は、死んではおらず、帝を脅かし続けた。悪霊の討伐として抜擢された、玄山美乳道頼政は、元凶であるヌえという妖怪、物の毛を高級、弓張り好きで退治したというものだが、記述から弓矢には、楽器として、悪霊を払う力と武器として、魔物を退治する力があると、信じられていたことが伺える。払行き嫁を表す。 言葉浜や本来は古くから神事にまつわる弓矢の語でもあるが様々な小文や句などで使われており俳句の季語と同じように間接的な比喩として汚れ邪気魔薬などを払い清めることを表している語でもある弓矢、900020にかかるレインボー弓張り付き加減の月弓取式神々と弓矢を持つ経論と クピドスティウムパディデスの鳥オイルヘラクレス上記の項目、神々と弓矢以外の神ではないギリシャ神話における弓矢と星座の両方に関係するものを記述する。ありがとうございます。